はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回はライジンランドバーク5朝倉環奈ちゃん BB 名選手の戦いです。 BB 名選手は1で活躍してた40のベテランの選手で153センチと小柄ですが打撃と柔術で戦う選手です。環奈ちゃんはいわゆるレスラーです。サウスポーの環奈ちゃんと BB 選手オーソドックスの相四つです。2人とも見合う展開、手数の少ない展開で1分が過ぎました。そしてプレッシャーをかけ打撃を打っていくのが環奈ちゃんです。やはりフレームが大きいカンナちゃんの方がプレッシャーと手数を増やしていきます。そんな中四つ組みに行き BB 名選手が少し有利に四つを進め膝とパンチを打っていきます。そんな中カンナちゃんが組み投げをしました。そこからはカンナちゃんが寝技タッチバック寝技タッチバック膝パウンド等々でコントロールしていきます。1ラウンド四つ組みでは有利な展開を一瞬作った BB 名選手ですがもう寝技組み技投げ技の展開では明らかにカンナちゃんに上回っています。もうレスリング力の差が出たと言っていいでしょう。2ラウンド目このままでは負けてしまう BB 選手、プレッシャーをかける BB 選手ですが前蹴りなどを打っていくカンナちゃん、ミーフックなどを打っていく BB 選手、やはりもう簡単にカンナちゃんがテイクダウンを取ります。そこでもう残り4分あるのですがずっとバック取ったりパンド取ったりずっとやってます。もう上で寝技で取ったカンナちゃんがコントロールして圧倒的な塩チャレンジ獄でつけ切りました。そして3ラウンド目まあこれも同じような展開が続くんだろうと思ったんですけどやっぱ同じような展開が続きました。もうワンツーを打ちながらテイクダウン行くカンナちゃんでまたすぐにテイクダウン取りました。で今度はまあ立ったりテイクダウンだったり立ったりテイクダウンの繰り返しで打ち合いもあったのですが結局テイクダウンに行き最後カンナちゃんが腕ひしぎ行こうとしたところを失敗し BB 選手がサッカーボールキックなど打ちました。まあただ3ラウンド圧倒したのが意外にもカンナちゃんでした。カンナちゃんはやはりパクシュウ選手みたいなテイクダウンディフェンスが非常に高くリーチが長い選手が苦手とするのでしょう。今回はリーチが短くいわゆるテイクダウンディフェンスも高くない選手だったので勝てたと言います。これでカンナちゃんが復帰戦を飾りました。以上となります。今日の10時明日の10時からも2夜連続ライブ配信します。超重大情報もありますのでご覧ください。それではさよなら。